ごきげんよう。モチベーションアップ講演家の宮崎文隆です。今日は3月20日に行います私の講演会、出版記念講演会となっております。その時に本を出版するわけで、今その本のことを書いているんですが、今日はその、本を書く時には目次をこう決めていって、それにまた少しずつ中の内容を詰めていくわけですが、モチベーションアップ極意の8つの項目を今出しました。一つは、チャレンジはモチベーションをアップさせる、これ一つですね。その中の一番活動のは NPO 法人百花クラブのチャレンジというんで、NPO 法人でチャレンジしたことをまたその内容をずっと書こうと思いますね。そして2つ目が、面白がればモチベーションをアップさせる、アップできるというんですね。これは何かと言いますと、これは抱きしめてエコハイズか、この活動は約12年やってますから、その中の内容で、モチベーションがアップしたことをずらっとまた書こうと思っております。そして3番目が、逆境はモチベーションをアップさせる。これは仮想逆手に取る会、今逆手塾ですが、この活動が37、8年ありますから、その中でモチベーションがアップしたこと、それも逆境をてこにバネに輝こうというのが、逆手塾、仮想逆手に取る会の持ち味ですから、そのことを書こうかなと思っております。そして4番目が、恋はモチベーションをアップさせる。これは県北レクリエーション協会、約45年ぐらい活動していますが、その中のことを書こうと思います。なぜそれでは県北レクリエーション協会が恋はモチベーションをアップさせるという題になったか、それはこうです。もう45年前に、県北レクリエーション協会へ入りました。私たちは5期です。花の5期生と言われて、5期が結構こう盛り上げていくんだというんで、その時の入ったものが花の5期生、私もその中の一人ですが、その時になぜそんなに県北レクリエーション協会へのめり込んだか、それはこの詩に触発されたんですね。これですね。何か、それは恋をしよう、恋ならばもっとあなたは燃えるはず、恋ならば遠い道も近いはず、恋ならば求める中は深い中、恋ならば明るい明日を語るはず、という和田義也さんの恋をしようという言葉があるんですが、ちょうどこの時に私たちの花の5期生が4人ぐらいおるんですが、それがその当時のマドンナに恋をしていくわけですね。それをとこの言葉がまさにぴったりで、県北レクリエーション協会はみんなが恋をする場、その時にドラマが、もう40数年ですからドラマがいっぱいあります。その時にモチベーションをアップするドラマがたくさんありますから、それを書いてみようと思います。そして5番目が、感動はモチベーションをアップさせる。この活動は感動起爆剤研究所、ここにあるんですが、私所長ですが、この研究所でいろんなまたドラマが生まれています。その感動の時にモチベーションはもちろんアップさせるんですが、その内容の具体的な活動をその中に書いていこうと思っています。そして6番目、市民会議はモチベーションをアップさせる。これは活動は高齢者市民会議というのが、これも5、6年続きましたけど、その市民会議を作ろうという、私も発起人ということで、約10人ぐらいで発起してできて続いてるんですが、ここがまたモチベーションアップさせるドラマがたくさんまたこの中に
詰まっておりますね。この中では特に高齢者、光る、高は高いでなくて光ると書いて高齢者が出ますんですが、その中に、モデルになるいろんな人がおられるんですが、その中の一人は、永六輔さんだったり、森岡雅子さんだったり、和田義晴さんだったり、小林富子さんだったり、8人、いろんな人を選んで、7人ですか、7人選んでおります。それを高齢者市民会議の中で、そういうものの内容を書いていこうと思っております。そして7番目が、里山はモチベーションをアップさせる。これがまた、クラブ里山貴族と、貴族は木の貴族ですが、里山貴族と、これも仲間でまた立ち上げて、これも続きました。これも、その中の一番大きなことといえばそうですね、エコストーブを作り出して、これを全国に普及していくんですが、この時のドラマがまたモチベーションアップさせるドラマがたくさんあるんで、それをまた書いていこうと思ってます。そして8番目が、夢はモチベーションをアップさせる。夢を私はハッタリをかますということを言葉に変えたりしてるんですが、これは夢工房、私がそうですね、41の時に独立して最初作ったのは夢工房、そしてそれの代表になっていったんです。ですからこの夢もですね、ドラマがいろいろあるんですが、ピンクムードゲームというですね、ゲームの本を出しましたね。3ヶ月で1万冊ぐらい売れたという、その本も出た中の内容も話を組んでいこうと思っております。最初から言いますと、目次は8つに、大きな章を8つに作っています。その8つの中がテーマが、今の最初はチャレンジはモチベーションアップさせるで、テーマがあるんですが、そのテーマに全部活動の団体があるということですね。チャレンジはモチベーションをアップさせるというのは NPO 法人百花クラブが内容を書きます。そして2番目の、面白があればモチベーションアップさせる、これが抱きしめていくハイズから活動。そして3番目、逆境はモチベーションをアップさせる、これが仮想坂手に取るか、今の坂手塾ですね。そして、4番目、恋はモチベーションをアップさせる、これが県北レクリエーション協会45年ぐらいの活動を書こうと思っています。そして5番目が、感動はモチベーションアップさせる、これが感動起爆剤研究所のやったことを書こうと思ってます。6番目が市民会議、市民は志の民と書いて市民会議と呼ばします、市民会議はモチベーションアップさせる、これがいろんな市民会議のメンバーの人なりをまた書いていこうと思ってます。そして7番目が、里山はモチベーションアップさせる、クラブ里山貴族という木は木を書いて貴族と呼ばします、これは里山資本主義が、その本が40万部ぐらい売れた本がありますが、その中に書いている活動、そのドラマを書いていこうと思っています。8番目が、夢はモチベーションアップさせる、それが夢工房、私が最初の独立で初めて作ったのが夢工房、その代表になっております。夢、それが起爆剤というんですが、そういう発祥にあるテーマ、それには全部その団体、活動した団体がくっついているということは、全部自分たちが活動した、行った、やったこと、実践したことを書いていこうと今思っております。ぜひこの本を読むと、モチベーションがアップするんだ、したんだというところをですね、ぜひやってみたいと思っております。それと、チャンネル登録、なかなかこれは厳しい、登録というのは厳しいですね。でも今から徐々に上げていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。